こんにちは。キンビアセーティック所属のプロランナーの池上です。前回の動画までは主に運動生理学の話をしてました。で、運動生理学っていうのは、まあその、学問の一つなので、で、学問っていうのは、普遍的な原理原則とか真理っていうものを探求するのが学問的な営みです。で、学問っていうのは、その普遍的な真理っていうものを探求していくので、洋の東西もないし、古い新しいっていうのもないんですね。時代によって、その科学も進歩するって言いますけど、それは間違いで、そんなことはありえないです。時代が変わっても、正しいものは正しいし、間違ってるものは間違ってるし、洋の東西っていうのも問わないです。まあ、ただ、パラダイムシフトが起こったりとか、あるいはその以前はこうだと思われてたことが、最新の研究では違うってことが分かったみたいな、そういうことはあるんですけど、根本的に、時代が変わっても正しいものは正しいし、間違ってるものは間違ってるし。まあそういう真理を探求していくのが学問的な営みなんですね。ただ、その実際にスポーツをやるっていうことでいくと、その運動生理学みたいにはいかなくて、やっぱり一人一人人間っていうのは微妙に違いますよね。で、その時々によっても変わるので、運動生理学っていうものを学んだら、その運動生理学をどうやってその目の前の選手に応用していくのか、適用していくのか、それ一つのポイントになります。で、これは、実際に人間がやることなので、学問ではないです。学問っていうのは真理を探求する営みであるい、スポーツっていうのは、そのルール内において、より優れた成績を出す、そこがスポーツなので、基本的に学問とスポーツっていうのは別です。まあ、そこに一つの、違いがあるので、まあ、その違いはどこにあるのかっていうのは前回の動画の中で解説しました。で、今回は、そういった体のことだけ考えてても、やっぱりスポーツっていうのは人間がやることなので、人間の心っていうものが影響してきます。で、今回ランナーは、その性格とかによって、やっぱりトレーニングプログラムっていうのも微調整していく必要があるんですね。じゃあその人間の心がどういうふうに練習に影響するのか、それを今回は解説していきたいふうに思います。まず、その人間がやることなので、基本的に、情熱がある、やる気がある、熱意がある。これが最低ラインです。もうこれがなければ何も始まりません。この前、新谷仁美さんがハーフマラソンで日本記録出しましたよね。で、あれ、新谷さんも一時競技から離れてる時期がありました。で、その後、帰ってきたから日本記録出したわけですけど、あれは新谷さんほど素質のある選手であっても、やっぱりあのまま競技から離れて、もうやる気もなくなって、まあ走れませんってことになったら、日本記録出なかったわけですよね。だから、情熱があるっていうことが、新谷さんのような、すごい素質のある選手にとっても最低ラインになります。まあ、やる気があったら何でもできるのかって言われると、ちょっと、それはわかりません。日本記録が出せるのか、世界記録が出せるのか、自分に何ができるのかっていうのは、やってみないと最後までわからないんですけど、ただその、やる気があれば何でもなるって言ってるわけではなくて、情熱がある、やる気がある、これが最低ラインですよっていうのが1点目です。で、まあ、やる気がある、情熱がある、それを大前提にした上で、あとこの性格っていうものがやっぱり練習にすごい影響してくるんですね。で、性格の中で練習に影響する要素は2つあります。1つ目は、追い込めるのかどうかっていうことです。これはもう、持って生まれた性格なので、本人も変えられないです。で、追い込めるかどうかっていうのは、よく言われるのは男女で差があるっていう風に言われるんですね。で、女性の方が基本的に追い込めないですっていう風に言われてます。もちろん個人差はあります。でも傾向で言うと女性の方がその出し惜しみする傾向があるので、例えば男性が女性の指導するときなんかは自分が現役時代やってたよりもちょっと多めに練習させるっていう風に言うんですね。それでもやっぱり女性っていうのはこれ、潜在意識でコントロールしてる領域の話です。潜在意識の領域で女性は自分は頑張ってる、自分はすごい追い込んでるって思ってても、やっぱり出し惜しみする傾向にあると言うんですね。だから女子選手を指導するときは、ちょっと頑張らせ気味でやらせても、まあ、大丈夫だって言うんですよ。で、男っていうのは、まあ、これも個人差あるんですよ。男の中でも差がありますけど、やっぱその追い込めてしまう選手っていうのは、自覚がないんですよ。あ、自分では、まあ、このぐらいできて当たり前やって思ってても、体にはすごい負荷がかかってて、で、結局練習って、その微調整の積み重ねで決まっていくので、だからこのぐらい大丈夫っていうのが、積み重ねっていって、まあ、ヒヤリハットの法則じゃないですけど、でもどっかでそれが蓄積していくと、オーバートレーニングとか、故障とか、まあ、試合に出てみたら結果が良くなかったとか、そういうパターンに陥ってしまうんですね。
だからあらかじめ自分が追い込めるパターンにあるのか、追い込めないパターンにあるのかっていうのをちゃんと自覚しとく必要があります。で、これどっちが言い悪いってことはないです。どっちもそれぞれ長所短所があります。追い込めないタイプの選手は、人よりも練習できる可能性ありますよね。頑張ってるつもりでも体に負荷かかってないんだから、人よりも練習できる可能性がありますし、で、追い込めるタイプの選手っていうのは、まあ、自分の体にそれだけの負荷をかけられるっていう、それ自体はいいことだと思います。まあ、ただ、その分、ちょっと意識的に補正して、練習軽めにしていかないと、やっぱりうまくいかないし。で、これはどっちが言い悪いとかではなくて、やっぱりそれぞれ長所短所っていうものがあって、これ性格の問題なので、まあそこ自分で考えて補正しないとうまくいかないですよっていうことです。あとこれも男女差だけじゃなくて、これ完全に生まれつきの性格ってありますよね。例えば私は基本的にお酒飲まないです。お酒飲まないんですけど、飲むときはどういうものを飲むかっていうと、まあウォッカとかバーボンとか、ジャックダニエルスとかウイスキーとか、基本的にアルコール度数 30% 超えるようなものを飲むんですね。ちなみに私お酒好きじゃないです。全然好きじゃないんですけど、でも、どうせ飲むんだったら、なんでアルコール度数低いの飲むんだ、みたいな感覚なんですよね。チューハイ飲むんだったらジュース飲めばいいじゃないか、っていう感覚なので、アルコールフライのビール飲むとか、私からしたら全然ありえないことなんですよ。で、コーヒーもそうです。コーヒー飲むんだったら、もう、濃いめのブラックしか飲まないです。まあバター入れて溶かして飲んだりもすることあるんですけど、ただ基本的に砂糖とかミルクは入れなくて、カフェイン抜きのコーヒーあるじゃないですか。デカフェって言われてるやつ。カフェインレスのコーヒーを飲む人の気持ちなんかもよくわからないです。コーヒー飲むんだったら絶対強くてストレート。女性関係にしてもそうです。二股三股してる人の気持ちって全然わからなくて、もう私は0か1なん、1かどっちかなんですね。彼女いないのも全然 OK です。彼女いないのも全然 OK だけど、彼女作るんだったら、絶対もう一人の女性をもうすごく好きになるっていう、もう0か1かなので、女性関係に関してもそうです。これはもう、生まれつき決まってる、しまってるので、別に二股するのはダメだから二股しないわけじゃなくて、もう私は0か1なんですね。彼女いないのも別に全然 OK だし、で、いるとしたら絶対一人の女性をすごく好きになるし、で、そういう性格っていうものが絶対練習に出てきます。だから私の場合は、ほどほどに練習するっていうのがすごい難しいんですよ。ほどほどに練習するっていうのはすごい難しくて、もう、まあ、やらないんだったら家で本読んでるし、やるんだったらすごいやってしまうんですよね。だから、ちょっと、マラソンとかは苦戦してる部分あるんですけど、でもそういうのも自分の性格っていうのを知ってれば、ある程度それで補正することができるので、それ自分の性格を知っとくっていうのがすごく大切です。で、もう一つは、追い込めるか追い込めないかの次に、長いのが好きか短いのが好きかっていうのありますよね。全然違う練習はもう全然違う言いますよね。例えば30キロ走とショートインターバルは全然違いますよね。でも、その同じ30キロ走をやるにしても、ショートインターバルやるにしても、微妙に性格の違いっていうのが出てきて、例えば、420本を、ちょっとペースを落としてやりたいのか、あるいは415本を本当に速く走りたいのか。で、リカバリーの日の練習も20キロをゆっくり走りたいのか、20キロをゆっくり走るぐらいだったら12キロをちょっとペース早めで走りたいのか。その、どっちでもいいような時ってありますよね。35キロでも30キロでもいいなっていう時に、35キロをちょっと落として35キロ行くのか、30キロをちょっとペース速くしていくのか。で、それをどっちでやるのかっていう、その時に、まあ、どっちの方が好きなのかっていう、好みの問題が出てきます。で、基本的に、やらないといけない練習とかっていうのは絶対ありますし、40キロ走予定してたんだけど、私は短い方がいいから20キロっていうと、それはもう全然練習違いますよね。練習全然違う時には、この性格っていうのは影響しないんですけど、ただやっぱり練習って、こう、さじ加減なので、微妙に今日はちょっとどっちでもいいかなみたいな日ありますよね。で、今日はどっちでもいいかなみたいな日に、まあ、長くてゆっくりがいいのか、短くて速いのがいいのか。で、これは性格もそうだし、生まれつきの体にとっても、どっちの方がこなせるのか、どっちの方が体が反応するのかっていうのは、生まれつき自分の体でも決まってます。で、この辺も性格が影響してくるので、短くて速いペースが好きな人と、長くてゆっくりの方が好きな選手が、いつも同じ練習してると、
どっちかが不満を抱えることになるんですね。だからそうするとチーム内がこうギクシャクしてきたりもするので、この辺のバランスっていうものもちゃんと考える必要があります。うまくコミュニケーションを取って自分は今日どうしたいのか。まあ場合によっては一人であるっていうのもありですから、そういうところもしっかり考えてトレーニングしていかないと、なかなかその微調整するときにうまくいかないです。で、これはその自分には自分の性格があるから好き放題やっていいんだっていうことではなくて、自分で自分の性格を理解してあらかじめ補正しとくってことが大切なんですね。で、私の場合は自分で言うとほどほどにやるっていうのが難しいっていうのをちゃんと理解してるんですよ。だからほどほどにやるっていうのが難しいのを理解してるから、気持ちちょっと抑えめに練習しないとうまくいかないなっていうのは自分で分かってるんですね。あるいは長くてゆっくりがいいか短くて早いのがいいかっていうと、長くてゆっくりの方が圧倒的にいいんですよ。それ自分で理解してるから、短くて早いペースの練習するときはより高い集中力を持って臨むようにしてます。じゃあ自分が長くてゆっくりが好きだから、そればっかりに甘えてたら自分の能力って上がっていきませんよね。だから短くて早い練習するときはいつも以上に集中して取り組むようにしていきます。性格と練習の関係っていうのはこういう風になっていきます。今回の動画は以上です。ではまた次の動画でお会いしましょう。